ーチェット、私リベット、はじめまして。どうしたんですか？別に、その、ディメンジョネーターで銀河を救おうって張り切ってただけ。もしかしてラチェットに会うのは不安っすか？はぁ？もう、ちょっとね。いいやつっす、ほんとっす。それに、ディメンジョネーターを作れば、ドクターネファリウス探してくれるっす。だよね。冒険はもうすぐ最終回か。君たちとドクターネファリウスは元の次元に戻っちゃうんだよね。何って、あ、はいはい、あの、あ、クランクいるよ。あ、その腕大丈夫っすよ。たまにはイメチェンするのもいいもんす。会った時にはもうこの状態で。君がやるわけないだろ、この次元のオイラなわけだし。君が私の間違いでしょ。そうなの？そんなわけ、あ、あるでしょ？あるかもね。あ、ごめん、リベット、こっちはキッドです。会えるのを楽しみにしてたです。あ、私もだよ。おっと、では次元を直すとするっすかね。キッドもどう？わしはこの次元に愛されとるね。問題児自ら捕まりに来たわい。こいつ任してんでしょ。懲りないんだよね。じゃあ私がやっちゃって。何をするんじゃ。平気なふりしてられるのもここまでだからな。なんでこうロンバックスはどいつもこいつも臨機応変なんだ。いい加減降参して貴様使いかい。なんだかヤバそうです。心配しないで余裕だよ。わしこそが皇帝じゃ。はいはい、撃ってくれ。それだよ。貴様にもラケットにもフランクにもとにかく誰にもせっかく手に入れた栄光を奪わせ。もっと盛り上げねば。そんじゃ場所変更っと。こやつはわしのチームメイト。グラントール最高。ここはサルカットです。そう、私のホームタウンシプラさん。集中集中。何くちゃべっとるんじゃ。なるほど、わしが怖くないふりか。そんなじゃ、コーティジア輝きとパワーマシマシバージョンじゃよ。
神聖のど真ん中に放り込んでやるわ。超神聖じゃないじゃと。なんで他にラブハットカマンが。熱狂的不安の前で貴様とラケットをボコボコにしてやるわ。このバカチンが。であったぞ。お楽しみは終わりか、リベット。初めての勝利を喜んだらどうだ。世のファンを待たせてすまなんだ。だがな、世は華々しく宣言する。ついに敵を教育し終えた。残るはキャプテンクォンタムと、あとはともかくあの反乱分子のロンバックスが世と戦っていると聞いてな。すぐさま。あんたが負けたお祝いでも見に来たわけ。誰が祝ってる。おやつら、やめろ。待ってくれ。レジスタンスと戦っとるのじゃろう。わしは役に立つぞ。ほう、読む。が協力を申し出るとは。苦しゅうない。どうせやるなら楽しもうではないか。ホームで試合だ。サルガストに行ったんだ。先回りしないと。オイラたちも行くよ。ラチェット、フォントムが先っすよ。最後のレジスタンスっすから。アルドリスでピエール見つけてフォントムに会えるはず。待ったです。皇帝と戦うつもりなら物資をできるだけ集めていくです。そうだね。行く前にアリーナに寄った方がいいかも。人工自宅って。自分がニュースになるだけで戻ってくるとはね。次元の崩壊は見せてるくせに。皇帝は銀河にとって危険な。ちょっと待った。派手に登場じゃます。ド派手に爆発すること受け合いざますよ。でね、皇帝は銀河にとって危険な存在です。早くディメンジョネーターを取り返さないと、みんなのお家を壊されてしまうです。よっ、この星を皇帝なんかに壊させないから。ターゲットリストのみんなはもう。捕まったのはリベットのせいじゃないです。皇帝にディメンジョネーターまで取られちゃうなんて。あなたの友達を守るです。ねえ、もしラチェットが別次元の私だとして、でクランクが別次元のキッドだっていうならさ、こっちもコンビ組むべきかな。あの二人は仲良しですだね。まあ私は一人に慣れてるから。キッドも。じゃあ私たちは今だけです。
レモネードでもので話そっか。キャーッ、陛下はレモネードが嫌いであります。酸っぱいのに甘いなど下道の極み。私のモルトに手を出すなんて許さないんだから。皇帝はひどいいじめっ子です。ねえ、こっからは私の相手。仲良くやられに来たであります。敵がキッドたちくらいくなくてリベットを狙っているで。ボーン、だけど例の事件のあれが邪魔で飛び立てないんだよ。一つ目、これはみんなのせいじゃないよ。二つ目、例の次元のあれは任せて。パッと開けて。ねえみんな、この子きっと。はじめまして、リベットの友達が歓迎だよ。おーです、レイナードだ。あの子についてけばシーカーピードのとこ行くよ。あれがそばにいらっしゃる。はい、大丈夫、シーカービードさえ解放すれば。
研究をするであります。それもありかもです。なんとかバトルクルーザーに乗り込まないとね。あのスピンショットを使えば。ブラックホールのカナダに極空したいざます。ブラックホールストームをお試しあれ。アップグレードしちゃうざます。素敵ざましょう。よっ
ますです。リベット無事、ヒットの信号が来た。トルーディが言ってっから背中に飛び乗って。見事なり、世がもっと盛り上げてやろうではないか。セルクルード、デストラクトビーム起動。星をぶっ壊せ夢が上がるんじゃい。あいつ今、星壊すって言った。こっちはてんやわんやだよ。あのクルーザー、星に穴開ける気だね。デストラクトビームは数分で惑星を破壊できるです。ではサルガスを全部消しちゃう気です。させないよ。この星は私が守る。光線は任せてくれ。リベット、ボルトがシーカーフィードで引きつけとくよ。クルーザーがやられた。今日は大ピンチ。なんだろ、刺激。ならば、バトルクルーザー、シールドでみんなを守れ。シールド？もう、めんどいんだから。あのシールドはとても強力です。今の攻撃では歯が立たないです。じゃあ、ゲルトニウムボムがあるんだ。みんなで投げたら、これでシールドを破壊して。こっち来て、トルーディに拾ってもらいな。モルテが言ってたボムだ。拾ってこう。これをあのシールドにお見舞いしてあげちゃおう。もう我慢の限界だ。全クルーザービーム出力を 120% にせよ。サルガス層を破壊するのだ。変わったね。まるで天地がひっくり返ったみたいだよ。リベット、あとは頼むね。サルガス層が危険な状態です。他のバトルクルーザーも早くやっつけるです。できたのだが、相変わらず往生際が悪い。ゾルドゥーム監獄へ行け。だとつまらんな。もっとワクワクさせるか。おい。ここどうやら次元のポケットです。幸い全知全能の皇帝も私が脱出方法を知ってるとは思わなかったみたい。
ダメか。裂け目が遠すぎみたい。皇帝とは長い付き合いみたいです。まあ、そうも言えるね。銀河のためにずっと戦ってきて、仲間も腕もなくした。皇帝がやったです？え？あ、うん、直接じゃない。ミッションの途中でさ、皇帝のタワーへの侵入口を見つけて忍び込もうとしたんだ、一人で。もうちょっとで入れたのに、皇帝のウォーボットがいるのに気づかなくて逃げたんだけど、だけど間に合わなかった。そしたらそいつが止まって、私はそのまま逃げ出した。でもクールな腕も作れたし、それは良かったかな。リベット、そのいいって。ねえ、あれ手口見ててよ。ツーキーズに行こう。ラチェットたちうまくやってるかな。ねえトルディ、準備 OK？ 帰って嬉しいざます。